1一枚の紙は何回折ることができるでしょう聖書に使われているような薄い紙が1枚あったとしますまるでシルクのようです計算を進めるため紙の厚さを千分の1センチとしましょう10のマイナス3乗センチつまり0.001センチですその紙は 新聞紙のように十分に大きいものとしましょう。これを半分に折っていくと何回折れると思いますかもう一つの質問は紙を好きなだけ何回でも折っていけるとしたら、例えば30回折った時にその紙の厚さはどのくらいになるでしょう先に進む前に答えを自分で考えてみてください。 では、やってみましょう。この紙を1回折ると厚さは1000分の2センチにもう一度半分に折ると1000分の4センチになります1回折るごとに紙の厚さは2倍になります繰り返し半分に折り続けていくと10回折った後、どうなっているかというと厚さは2の10乗つまり 2を10回掛け合わせたものですが1000分の1024センチになります1センチ強ですさらに紙を半分に折り続けたとしたら17回折ったところで厚さは2の17乗つまり131センチになり4フィートを超えます25回折ったとしたら 2の25畳倍の倍厚さつまり3万3554センチとなり1100フィート長になりますエンパイアステートビルとほぼ同じ高さですここで立ち止まって振り返ってみましょう聖書の紙と同じくらい薄い紙でも25回折ると厚さが約3分の1キロメートルにもなりますここから何がわかるでしょう このタイプの増え方を指数的増加といいご覧の通り紙を折っていくだけでとても早くとても遠くまで行けるのですまとめると紙を25回折ると厚さは約3分の1キロメートルになり30回で厚さは1 0トルに及び飛行機の平均高度と同じくらいになります40回で厚さはほぼ1万1 0 0 0キロメートルと、 GPS 衛星軌道までの平均距離になり48回だと厚さは何百万 km にもなります地球と月の間の距離は38万 km 程度なので聖書の紙1枚から始めて45回折ることで月まで届きますさらにもう1回折ると地球に戻ってくることができます膨大な大きさの数字を思い浮かべながら 無限について考えましょう。それは一体どのぐらい大きいのでしょうか。この動画を見て探ってみましょう。そしてチャンネル登録して学びのチャンスをさらに広げましょう。